ダンボールちょうだい。よいしょ。しっかり出来上がりすぎたかな、やっぱり。うまっ。よっ。左側を引っ張ると、うん、頭が入るぐらいの隙間はできちゃうんですよね。やっぱガムテープかな。養生テープで止める。養生テープは弱いけど、まあいいか。とりあえず入れなそうに見えればいいんだね。やってみたいと思うかな。アンズちゃんが、籠城するのを少しでも止めたいということで、この棚の裏にバリケードを作りました。アンズちゃんも今日は外で遊ばせてあげたいのでですね、昨日は結局、今出して戻らなかったらどうしようみたいなことばっかり、あったので、結構長い間ケージの中にいました。さあ、別に罰じゃないからね、アンズちゃん。パン取っていい？ということなので、これを入れたら、今ちょっとなんかバタバタして警戒しちゃいましたが、はい。詰める？逆にね、これだったらここ入ったら楽しそうだなと思ってね。向こうに行けないんであれば、どっちでもいいよ。まあまずはこれで。じゃあ、あずちゃんもいいよ。今日は外出てください。行ってみるよね。やっぱ行ってみるけど行けなかったよね。はい、ダメでした。はい、アンズちゃん、なんか久しぶりでちょっとびくついてるね。いいんだよ、ちゃんとね、ご飯の時に戻ってくれさえすれば自由に遊んで結構なので、よろしくね、アンズちゃん。ポンちゃん、そしてジャン君、ジャン君、ポンちゃん、アンズちゃんについては今日からまた安定した感じで、やっていきたいと思います。さあ次は、はい、カオリンちゃんですね。今日は2日目になります。昨日一日、いろいろですね、トイレも大丈夫そうだし、ご飯も
カリカリ、中で音がしていたので食べている様子です。今朝のトイレはうんちしてたね。だね、さっき俺寝起きに掃除したのをなんとなく覚えているということで、少しずつなんですが、多分シャー言うでしょ、言うでしょ、言うでしょ。ここをですね、シャー言った今、はいはい、カオリンさん、はい、カオリンちゃん、人の顔は見えないでしょ。どのぐらいのペースでいいかな。もう里親さんじゃないや、保護主さんのところでそれなりの生活をしていたということですので、ここの3つ分ずつ、1日、2日、3日、だいたい1週間でここ全部剥がす感じかな。遅いか、もっと早くていいか。やっぱり確認してもらった方が。そうね。2、4、5。じゃあ5本ずついってみます。こんなちょっと、うん、私こっち側はいい気がしない。まだだって2日だよ。あれかな、ニャンコ同士で戦うかな。この人たち同士ももう少しじっくりね。ごめんね、ちょっともたついちゃったね。さっさとやりたかったんだよ。はい、はいはい、ごめんごめん。ここちょっと変な形だな。はい、この上も少しやりますね。ここはじゃあ、はいはい、はいはい、怖いね、だよね、知らんおっさんだもんね。うん、はい、今これいいな。ここあれ止まらないぞ。これでいいや。はい、はい、ごめんね、ちょっといいか耳になってるね。はい、大丈夫だよ。はい、これで少しずつですね、外が見えてくるという感じにします。だいたい今ここが1、2、3日で横は全開ですね。それから徐々に、そうね、寝床のとこを残してこっちを開けていくか。どっちかな、上から眺めてるのが、うん、結構安全には思うか、トイレの方を隠しとくか。上から徐々に開けていこうと思います。ここ半分開いた状態で少しずつこっち開けていくか。ここがこうなって、うん、こっちはこっちから少し開けるか。それもいいね、うん、じゃあちょっとそのパターンで、うん、行ってみます。よし、はい、ちょっと器を取らせてね。今ご飯の用意をしますよ。はい、よく食べてるね。はい、シャーなしでした。
はい、もうシャー言ってますね。はい、かおりんちゃん、はい、ご飯だよ、ご飯ですよ。今日はね、ちょっとトッピングしてみませんでした。はいはい、でお昼になったらまたスプーンであげよう、ね。うん、そう、また お昼っていうかおやつあげるからね。で、その時にさ、歯磨き粉とかも食べるかあげてみようか、うん、なんか今までの人にあげてなかったっけ。ごゆっくり。ちょっと顔を一つ見てみて。あ、シャイ、ヨシちゃん。うん、そうなの。ヨシちゃんご飯だよ。お、ここね。アズちゃん。はい、どうぞ。アズちゃん、どうぞ。はい、どうぞ、アズちゃん。アズちゃんが食べないと、チャズくんとポンちゃんがご飯を食べられないんですよ。いいですか。あの、これおもちゃで呼びますね。ポンちゃん、ジャン君来てくれたから、おりちょいで。あれ、あんちゃん、ジャン、ジャン、あんちゃん、あんちゃん、ジャン、あんずちゃん、ジャン君、取りに入ります。あんずさん、うんうん、ジャン君も入る。あんずちゃん、ほら、お兄ちゃん来たよ。ジャン君来たよ。ジャン君、早く帰っておいで。アンズちゃん、ご飯のたびにこれだと仕事になりませんのよ。そうですね。早く戻ってきてほしいんですけど。お腹空いてないの？あ、ちゃんこっち来てくれた。ちゃんこいらんじゃん。アンズちゃん、ちゃんこ助けてくれる？ちゃんこ、アンズちゃん、上にいるの？ちゃんこ。お願いします。おお、すごい。ジャン君がほら来てくれたよ、アンズちゃん。はい、アンズちゃん。アンちゃんについていくんだよ。おいで。ジャン君来たよ。大好きなジャン君が来てくれたよ。ジャン、どうですか？こっちにも興味あるね。そうだね。
ちはカオリンと言います。ちゃんくんよろしくお願いします。ちゃんお腹空いたでしょう。そうでもないのかな。いやでもね、多分カリカリの用意し始めるとね、そこの自分のご飯のテーブルの前に座ると思うよ。ちゃんくんすごい見つめてるね。ちゃんくんカオリのことじっと見てます。今撮影が間に合いませんでしたが、ジャン君がここからここへ行ってニョニョニョシャーって言いました。シャーはどっちだろう、ジャン君だと思うんだけどな。そしてプンプンって言いながらこう降りてきましたよ。これは早く降りてきてご飯食べなさいっていうことだと思います。どうですかアンズちゃん。アンズちゃんいますか。ここからもう見えないんですけど。アンちゃんはもう伸びました。そう、アンズちゃんくんはアンズちゃんが上にいる限りとりあえずここで食べていいことにしました。ジャンくん、そしてはーい。